皆さん、こんばんは、こんにちは、ティンダーミャクボイ、キンタカです。メジャーリーグベースボール、メジャー、大リーグ、なんと、すごいです。はい、大リーグ、オールスター、大谷翔平が1番指名打者で出場し、なんと、第1打席で初ヒット、なんと、ヒットを放ったそうです。オールスター初のヒットを果たしたそうです。さらに、フォアボールと出て、途中交代をしたが、実は牽制しに、牽制でタッチアウトで驚き、まあ、大谷翔平さん苦笑い。でも、チームは、アーリーグ、勝ちましたけどもね。あの、ピッチャー、カーショーから打ったんですよ。ほんますごいやん。いやー、今年も、It's a Showtime ですね。はい。まあ、ピッチャーとしての主張はなかったけどね、やはり今回は打者としての主張ですね。次は、まあ、本当にオールスターはすごいもんでございますね。はい。まあ、大谷翔平さん、二桁勝利がかかってますので、ぜひ楽しみにお待ちしてくださいだそうです。どうか、大谷翔平さん、今年は、ほんま、活躍してほしいです。以上です。バイバイ。